タールコトはフィリピンのルソン島にあるタール火山のカルデラ湖。周囲8 2 5キロメートル、面積234.2平方キロメートル。首都マニラの中心街より南に約6 0トルほどの位置にある。北岸の外林山の外苑、標高6 0 0ル程度に秘書地として知られる多外帯がある。北から見たタールコト火山ジマタール火山は活動的な火山である。 2 0トル2 5トルのカルデラ内にカルデラ湖のタール湖があり、湖の中央に中央河口級である直径5トルから8トルほどの火山島が形成されている。高さは湖面から3 0 0ルほどである。この火山島の中心には直径約2トルの河口が形成されている。同島には47個の河口火山級が存在し、 うち26個はタフコーン、5個はスコリア級、4個はマールである。歴史時代の噴火はスペイン植民地時代の初期、1572年から1977年の間に33回が記録されている。1911年1月30日には大爆発が起こり、爆風によって火山島の住民のほとんどとなる1334人が死亡した。 1965年には火山島の西岸で発生したマグマ水蒸気噴火が起こり、ベースサージ現象が世界で初めて記録され、200人が死亡した。1977年の噴火では水蒸気爆発が発生している。2010年4月19日には火山島で有感地震が発生、7月に警戒レベルが1から2に引き上げられ、全島民が避難した。 2020年1月には43年ぶりとなる噴火を起こしている。同等は国立公園で本来居住は禁じられている。マニラよりタクシーで約2時間。互い体より外輪山を降りた湖岸でボートをチャーターして約30分で火山島に渡ることができる。また島の山頂までは徒歩または馬を借りて約30分かけて登る。 1911年のタール火山噴火に関するカテゴリー、1965年のタール火山噴火に関するカテゴリー、ありがとうございます。